使ってたりとか、うん、あとなんだろう、マーケティング論とかね、うん、あと、あ、面白そうじゃないか、学、うんとね、今のところ面白そうじゃない、心理学は面白そう、ね、マーケティングよりも、うん、現代の国際政治とかね、うん、すごいいっぱい溜まってくるんですよね、うん、しかも全14回とかなんだよね、うん、長いですね、長い、はい、次行こう、はい、これが無駄な時間、うん、メッセージ、ニコリーさん、はい、今回とても楽しかったです、これはあの翔子さんの回かな、今回もとても楽しかったです、うん、ニコリーさんが本当ありがたいのにことが毎回全部見てくれてすぐにコメントをくれているっていう、うん、これ今回とこれ愛さんの回かな、これ愛さんの回のやつをコピペしたんだな、うん、今回もとても楽しかったです、いつも博士の過去の恋バナを聞いてくれてリンナちゃんありがとう、ニコニコマーク、で中略、海外ドラマでに出て暴れる人、うん、これはリンナちゃんも言ってましたが人それぞれ、でも日本人はいないよね、ほぼ、そんなことないですよ、本当、いや、あ、はい、こういうことするんですよ、ここにもうなんか何十万円かのパソコンがあるのにガーンって、え、ありますよ、はい、見たこういうなんか、なんとかそれ日本っぽくなっちゃった、そうそう、それはないけど、繰り返しはないけど、そう、ここまではないけど、あ、だからこれ、なんかそれはある、それは、見た、ある 3回くらい見ました、どんな腹に見た人生をそれはみんな恋愛で、あ、恋愛じゃないのだったらもっと見ました、仕事も例えばその舞台やってる時はすごかったですよ、例えばね、何投げたかな、なんか投げたし、いや、みんなやる、やじゃあドラマの中のだけのことじゃないってこと、うん、あとはそれはあの緊張を走らせるためにっていう時もあるんですよ、うん、なんかみんながだらけてて、まあ、演出家ってこと、そう、それはあるんですけど、でも本気で、あの、そうじゃない、恋愛でも見ましたよ、恋愛で揉めてるっていうよりは性格ですよ、ああ、その相手はね、はい、はい、見ましたよ、見ました、リンナさんがそうさせるんじゃない、違うあ、それもあったかもしれない、あったかもしれない、でも求める要素があるんですよね、きっと、ああ、でもその大学の時一回見ただけで、その投げたりする人あんまり見たことないんだよね、ゼロっていうか、へえ、なんだろう、それがなんだろう、例えば予約を海外ドラマで、なんか飛行機を使ってどっか逃げなくちゃいけない、はい、予約を取れなかった、あ、ごめんなさい、それは取れませんと、航空士なんだっけ、なんか台風かなんかの影響で今日は取れませんって言った瞬間ガーッとか投げて、そんなことするとりあえず置いて、うーんでしょ、まあでも道行く人でも見たことありますよ、すごいイライラして、一人なのに言ってる人とか、あーとかやってる人、それ違うじゃん、物投げてないじゃんじゃあ地面に電話投げちゃって拾ったりする、まあ、あるのか、あとね、なんかあの外国に住んでたことが長いじゃん、あ、ちょっとあります、外国人のはなります、私外国人一人見ましたけど、投げたりする人、そう、何人、イギリス人、あがね、なんかお店の人とかにもすごい荒かった、ちょっと気に食わないと、まあいるのか、うん、言いますよ、ただ女性は感情的な人が多く、まあだから、ニコリさん曰くリモコンを投げたりゲーム機を投げる人はいましたが、そうたくさんはいないと、はい、ただ女性は感情的な人が多く、よく道端でもカップルが大喧嘩、ほとんど女がぶち切れてる、うん、して、彼を殴っているのは見ます、爆笑、うん、それをああと思いながら通り過ぎますね、男よりも女の方が手に負えない感じはします、うん、こういうのも見ます、見ました、海外で、あんまり見ない、見ないよね、うん、新宿で女同士の髪引っ張り合いを見ました、すごいねそれ日本人と、まあ分かんないか、うん、ちょっと韓国っぽかった、ああそうなんだ、へえ、なんかどうぞ、なんか血が出てきた、あの通ってる血が、通ってる血がカーってなっちゃう国際あの国の人もいるんですかね、まあ、よく言われてるのは韓国の人とかは情熱的に熱くなりやすいって言うけど、わかんないね、なんか肉ばっかり食べてるからだよって聞いたけど、いや、それいや、それ差別発言かもしれないね、そうそうそう、わかんないけど、それにみんな食べてるしっていう、ね、そうそうそう、
あと僕の友達にも韓国人が何人かいるけど、感情的な人はいないな。そうですか。2人いるけど、3人いるか、誰も感情的じゃないな。はい、たまたまですかね。私韓国の人ってやっぱなんかその感情的な、いい時もね、悪い時も、情熱的な、そうそうそう、女性に対してこう熱烈だったりとかね。あとなんかわーって仲間意識ってってなる感じのもあるじゃないですか。日本人ってそういうのちょっとないじゃないですか、うん、むしろそうしないみたいな、あえてそこから外れたからそう。だから怒る時もガーンって怒っちゃうんじゃないですか。知らない、分かんないけど、うん、あるかもね、うん、イギリス人のなんかイギリス人が憂鬱っぽくて なんだろう、冷めた感じで、アメリカ人はバカっぽくて熱いみたいな感じはあるよね。ああそうですね、イメージとして。カナダ人ともイギリス人、あアメリカ人に冷めてて、うん、あまあそういうのはあるかもね、まあ傾向としてあるかもな。博士は女の人に出会ったことないですか。殴ったりする、殴るとかじゃ、まあ、じゃあそこまでいかなくても、はい、感情的な女の人会ったことないですか。ないな、なんだろうな、人生でか、なんか僕の記憶が消したってのかな。ないと思う。へえ。ミコリさんが一番感情的かな。あ、見たことあります。いや、怒ったことないよ。あの、明らかとしてなんか、なんだろう、情熱的に感じる。あミコリさんが怒ったの一回も見たことないけど、僕は知ってる中では一番情熱的かな。でも、そうね。あとその僕思ったのが、はい、ドラマだけの表現ってありますよね。うん、それはそうありますね。なんかある。いや僕は思ったのが、うん、ドラマ、海外ドラマいっぱい見てると、うん、みんな急に独り言言うよね。こうやって喋ってて、俺は子供の頃親にすごくよく殴られてたみたいなさ、なんでそこで急に独り言話すのみたいな。ない、そんなことはないでしょ、会話してて。ないですね。何なのあの表現。なんか私本当はすぐに怒るタイプなんだよねみたいなことが、どこ見てんのみたいな、そういう経験っていうか、そのドラマとか出てたことありますかね。あんまりないですけど。あそうか、あとなんか話の途中席立ったりしますよね。なんかその会話の時で話まだ終わってないんですよ。だったらあなたが考えといてとか言って別の部屋に行くみたいな、いやその後でいや私は考えておくからとか、そういう会話がなんか終わってくるんですよね。だからドラマって結構不自然ですよね。って思ったことあります。すごくそれはありますよ。あります。おかしくなっちゃう時ありますよね、わざとらしすぎて。例えば、それすぐ思い出せないけど、なんだろう、またみたいな、ないだろ普通にっていう。例えばそれは僕はその物を投げるとかだったんだけど、あの投げる系じゃなくて、ないだろ、あなんかその恋愛とかでね、必ず邪魔者が入ったりするじゃないですか。それがあの10回やったらドラマが途中で片っぽに行っちゃったりする。するするする。それがなんでそこで誤解するんだ。そういうストーリー的なことね。ストーリー的なこと、それはあるある、そんなものがいっぱいあるよ。あとなんかちょうどここでまた雨かみたいな、あるあるある、また終電逃したパターンみたいな。そうあるある、あれ冷める、冷めます。雨はいいけど、なんでまたあいつ、なんだろう、勘違いしたのみたいな、そこ勘違いしないでしょみたいなね、うん、そう。あるある、海外ドラマってよくある。そもそも前も言ったけど、海外ドラマって人を死にすぎなんですよ。あのダウントンアビーっていう貴族の海外ドラマとか、普通の家庭なのに、もうどんどん人が死ぬんですよね。まあいいか。あとね、髪の毛が、はいはい、なんかさっきあんなに走って振り乱れてるはずなのに、あとかそういうのちょっと冷めるの。それは冷めるの。ちょっとなんかこんなになっててほしい。確かに確かに、全然振り乱れてない。そう、そこ見てないな。でもそうか、そう、なんかリアリティがないっていうか、そんないつも綺麗じゃないよとか思って確かにそれ演出が上手いんだろうね。どうなんでしょうかね、ドラマがそういうものかな。綺麗に見せるっていうかね。だからドラマって現実と違うなっていうね、当たり前のことだけど、だからドラマから何か学べるのかなと思いきや、結構現実と違うんだよね。まあいいか、それを思いましたよ僕はね。あと次、神さん、そう神さん、はい、電略、はい、何か書いてあるんだけど僕は飛ばしました、
感情的な人については日本でも投資をしている人は大きな失敗するとマウスを投げたり、マウスね、うんうん、パソコンのマウスを投げたり、殴ってモニターを破壊したり壁に穴を開けたり、うんうん、損失が損失だけにそうやって感情をためない人は結構います。また損失しちゃうじゃない、うん、そういうのはモニターを破壊するってすごいよねでも例えば数十万とか数百万が一瞬にしなくなったらどうですかね。だからもう考えてないでやることですよね。グワーってやっちゃうってことですよ。そうね、でも僕だったらそのまま横になるかな。数百万が消えた瞬間その場で横になって寝るかな、うん、物破壊しないな。物破壊する人ですか、うん、しない人、うん、なん、うん、どういう育ち方で物を破壊するようになるんだろう。物破壊しても後から大変だし自分も痛いしみたいな感じですよね。そう、モニター破壊したら 2,3 万するよこれ、うん、300万喪失したら302万だよ、うん、マイナスですね。あるじゃん、喧嘩しても投げるときはクッションを投げるみたいな、うん、そこは冷静回避みたいな、うん、とりあえず灰皿握ったけど灰皿じゃなくてクッションみたいな。だから一瞬それこそあの恋愛で感情で動いちゃダメなのと同じじゃないですか、はいはい、そうね、一瞬そこで考えれる人はあれだけどそこで考えないからもうそのまんまでいっちゃう。そういうのってやっぱ生まれた育ちどうなんだろう、うん、まあいいか、まあ、いい、あ、次行きましょうか。はい、リエさん、あとリンナさんのモテの定理発見しちゃったの事件の話面白かったです、モテの定理を読んだ彼のその後が気になります。その後はどうですか、言える範囲で言うと言える範囲で、うん、だってモテの定理読んだんでしょ。 そう読んでた、多分でも結構前に読んでたんですよね、うんうん、でも実践はされているんじゃないですか、その新しい人にはモテてるってこと。モテていると思います。あ、そう、うん、よかった。モテていると思います。このなんか絵文字、リエさんの絵文字を見ると、うん、もっと違うこと知りたそうな顔ですね。あ、ご夫婦みたいな感じですよね、うん、どうなんでしょう、まあいいか、うん、よし、次行きましょう、うん、サイコロさん博士、リンナさん、はじめまして。私は今回の博士の味覚の話は納得、つまり僕は何を食べてもそう、ブーンって感じっていうですね、うん、特に感動もしないと、旅行が飽きたって話も、うん、まあ納得したと。20代前半まではファミレス程度で美味しいと感動していた気がします。それはあったな、旅行も大体楽しかった。そう、旅行はどうだろう、まあいいか、まあ、まあ、一時感想言わなくてもいいね、しかし今の食べ物には飽き気味です、うん、この最高さん何歳か分かんないけど、うん、科学の力ではでより美味しいものが誕生してくれるんじゃないかと願っています。あと育児の話ですが、これダンで立花でのチョの言ってはいけない残酷すぎる真実によると親の育て方はあまり子供の生き方に関係がないみたいです。興味ある方は読んでみてくださいね。まず前半の食べ物の話は僕思うのは、うん、科学の力で美味しいものが誕生することはないと思う、うん、もうほぼ味覚は組み合わせなんですよね。最近あのこれもまた NHK スペシャル情報ですけど、うまみについてなんか特集してて、うん、で科学の力でいろんな組み合わせでいろんな料理が作れるってことをやってたんですけれども、うん、味のその何多様性は増えるけどめちゃめちゃうまくなるってことはないと思う、うん、めちゃめちゃうまくなるとしたらそれは麻薬とか脳をいじるしかないと思う、うん、次育児の話、言ってはいけない残酷すぎる真実、僕読んだんですよ、あの前に流行ってたんで。どうでしたか、極端すぎる。この立花霊さんは極端、うん、なんか、科学的根拠があるような言い方をするんですよね、うん、エビデンスがあるとか言うのは、うん、でもそれはその中立的にいろんな科学的根拠から言ってるのじゃなく、彼が選んでる、彼ですこれ、うん、彼が選んでる情報から言ってるんですよ、うん、だからなんだろう、ある人が例えばなんだろう、安倍政権を非難するとするじゃん。テレビが例えば安倍政権ダメですねって言うとネットとかで、いや安倍政権 100% 正しいとか言うじゃん、うん、その両極端な感じと似てる。あ、中立的にやってくれよと、うん、まあ、もしかしたらこの立花さんっていうのは、まあ、なんだろう、極端なことを言った方が売れるかなと思ってそうしてるかもしれないけど、僕としてはもっと中立的に、扱ってほしいなと。で、親の育て方はあまり子供の生き方は関係ないって言ってるけど、世間で言われているほどは関係ないけど、うん、この人が言うほど関係なくもないと思う。うん、はい、じゃあどうですかね。
次いきますか。はい、はい、みこりさん、はい、博士に朗報、これはおいしいものなんて最近食べてない発言に対して、数日前にほんまでっか TV で私好きなんです笑い、最近おいしいものがなくなってしまった人に最適なアドバイスがありました。おいしいものに慣れてしまった時はまずいものを食べると良いそうです。おいしい脳の記憶がリセットされるのでまたおいしく感じるそうですよ。ニコニコマーク。私が日本に帰って全てのものにおいしいと感じるのもこっちの国、まあオーストラリアですね、でまずいものを食べてリセットされているからかもしれません。爆笑びっくりマーク。ゆるふわでこの番組、この話題が上がった時に放送されたので、プチツビかも、確かにプチツビ。僕思うのは、ほんまでっか TV って僕出たことあるんですけど、うん、あんまり信じてないんですよね。うん、まずあれバラエティーなんですよ。うん、で、まあよく言ってくるのが、まあ今は分かんないけど、うん、なんだろう。とにかくそのびっくりすることを探してください。だから、なんでしょうね。例えば、ずっと前にあったのが、これもよく言ってるけど、カフェインを飲むと、うん、女性 の, その恋愛感情が高まる。男性か女性か忘れてる、うん。という話があったんですよ。カフェインを飲むと、恋愛感情が高まるみたいな。でもその実験はネズミの実験なんですよ。あ、そうなんだ。はい、で本人は言って、その科学者は言ってますよ。その本間でっか TV で。これは、まあ、ネズミの実験からなんですけど、うん、とか言うけど、それ視聴者も消えちゃってて、うん、カフェインを飲むと女を落とせるのか、だってネズミのカフェインと人間のカフェインって違うじゃんっていうね、うん、だから結構いい加減というか、うん、でもその、ほんまでっか TV には罪はなくて、うん、というのもあれは、一つの説にしか過ぎませんと、うん、皆さんで考えてやってくださいみたいなことを番組の最後に言うからね、うん、だからそのほんまでっか TV ので言ってたことを鵜呑みにするのはすごく怖いっていうか、僕はもう見ないけど、うん、だからバラエティでしかないというか、うん、さっきのね、ツイッターのあれと一緒ですよ、うん、だからそれはまず一つ。もう一つは、まずいものを食べると良いっていうけど、美味しいものを食べるためにまずいものを食べる気がしなくない、うんうん、それはあります、うん、なんかいいことあります？ないです。次行きましょう、はい、P さん、今旅行中なので珍しい、美味しいという思う頻度は普段より多いのですが、まあ、旅行先で何か食べるんでしょうね、うん、まあ、旅行先に出た刺身とか美味しいというよね。うん、そうです ね。お刺身残念だと残念ですね。確かに、うん、なんか、そうそう、海の近くに旅行してね、うんうん、ってなっちゃいますよね、はいはいはい、料理って大事ですよね、なんか旅行で、まあ、旅館とか、まあ、旅館、うん、ホテル、旅館どっち？旅館のが好き。旅館のがいいですね、はい、旅館はやっぱ料理重視ですよね。そうですね。しかもなんかその、旅館の親父さんが釣った魚を出すみたいな、うん、あ、そういうところに行くと美味しいよな、うん、だからちょっと違うんですよね、決められたメニューじゃなくて魚が毎回違うとかね。そうそうそう、うん、うちの昔家族で、はい、ある孤島っていうの、島に離島に行ったことがあるんですよね、うん、そこはタコが美味しいんですよ、生のタコが、でそれをで家族にそれぞれその料理が出て、僕が食べたら、うん、すごくそのなんだろう、甘すぎると、醤油かけて食べたらすごく甘すぎたっていうか美味しくなかったんですよ。そしたら母親がすごく笑ってて、ソースかけたからだよとか言って、この旅行においてその一番重要なのは料理なのに、家族ってお母さんたち、あ、親たち、あ、親、僕、父親、母親、僕の兄弟たちで、そうそう、旅行に行って、でそこで出た刺身料理にソースかけるっていう、しかもそれは一瞬の笑いのためだけですよ。わざとだったんですか？わざとなんですよ。博士が？いや、親が、母親が僕の料理にソースをかけて、こっちの笑い、すみません、そっかそっか、母親は僕を笑わせるために笑えない、ちょっと話が伝わりづらかったかもしれないけど、母親は そこを笑いにしちゃうんだってすごい悲しくなった。それは僕が30歳ぐらいの時で、もう結構大人なんですよ。大人で、親が例えば還暦かなんかのお祝いとかで、離島に行って、でそこで出される本当に美味しいタコの料理、タコで有名な島で、そこでソースをかけてきて、で僕を見て笑ってるっていう、もうこの料理、今日の夜が最後なのにタコにソースがかかっちゃったよっていう、それを思い出しました。怒ったんですか？怒りました。もう投げて、うっさそれしないけど、そ
それを思い出したな。まあそれはいいとして、まあだからまずいものをあえて食べる気はしないよね。あ、それ違う話か。旅行中ね、まあ、自分に関しては、それなりにちゃんと感動しているものの正直自分の心と向き合ってみると、まあ、だから旅行中でそれなりに美味しい料理に P さんは感動はしているけれども、正直に自分の心と向き合ってみると、博士がおっしゃる通り、そういったことに素直に喜べる無垢な自分にいたいというような欲が混じっていて、それで珍しいね、美味しいねと言葉や態度などの表現を多少持っているような気がします。どう思います？そういう人もいるって博士言ってますよね。相談じゃないのって。私はしてないですか？いや違う、してる。というのも一人でもしますもん。ものは一人でもそれは持ってないです。それってこれ別に P さんは一人でも、素直に喜び無垢な自分でいたい。そう思わないです。なんていうか、認知心理学かなんか忘れたけど、そこにメタ認知っていう概念があるんですよ。メタ認知っていうのは、例えば美味しいと思うじゃないですか。例えばね、なんか食べて美味しいと思う、その時にこの美味しいと思う自分をもう一人の自分が見ている、このもう一人の自分をメタ認知っていうんですよ、で、この P さんはメタ認知してるんですよ、で、I さんはメタ認知してないんですよ、そういうことないですか？はい。だから、つまり、あ、してないけど、I さんは本当は美味しいって思ってるけど、 I さんの上にいる、メタ認知 I さんが、いや本当は無垢な自分でいたいという欲が混じっているだろうと思う、なんかこう客観的に観察していないだけじゃない？違います。はい、分かんないけど、 P さんは多分メタ認知能力が高いのかなと思っちゃった。また素直に感動する自分の姿を夫が望んでいるような気もして、それに応えようという欲もありますっていうふうに認知してる。いい人じゃないですか。いい人っていうか、その、まあ、正直な人ってこと？正直というよりも、その夫に、夫の望みを叶えるっていうかですよね。夫が望んでいる、な、違うんです。多分、P さんは分析してみるとことだと思うんですよね。違うのかな。わかんない。どうなんだろう。だってこう、そういった、正直に自分の心と向き合ってみるとっていう文章が乗っかってるから。そう。それはその上はそうですけど。そう。でもその次はまた素直に感動と喜んでいる。これは正直に自分の心と向き合ったらそうなんだ。見るとそうなのかな。だから、アイさんやミコリさんやその他の方々はメタ認知ができてないんじゃないの？違います。そのできてない人もいるし、しない人もいると思うけど、アイさんは少なくても違う。メタ認知した上で素直に感動してるってこと？そうじゃなければ美味しいって言わない。あとはいや本当に美味しい。たまには持ってるだけですよ。持ってるだけ。あ、持ってるだけ。ちょっと大げさになってるってこと？それ人のわざとそうするときもありますよ。わざとそうしてないときも実は。あ、ダメ。それは違う。OK。そうすると表現を盛るメリットはあるけれど、まあ、夫をね、望んでるようなものからそう感動してるふりをする、感動を盛っちゃう、そうすると表現を盛るメリットはあるけど、本当の意味で素直に盛らずにいるメリットはないように思います。そう本当に素直に盛らずにいるメリットはないと思います。盛らなきゃダメってこと？盛らないでいるメリットはないからないってことじゃないですか？だから盛るメリットがあるけど、盛らずにいるメリットがないから、メリットを考えて盛ってるってことでしょ？すごく打算的じゃん。そっか。でもそれは多分無意識にやっていて、自分と向き合うとそうなんじゃないかってことでしょ？だからコミュニケーションの意味で感動してるってことでしょ？でも博士ほどの察する能力が高い男性は、そういう姿は白々しく見えるものなのでしょうか？常に白々しいと思って見てますよね。へえ。でも本当にそうじゃないのに、本当に美味しいって言ってるのにっていうこともありますよね。そう思ってた。ああ、メタ認知できてないけどコミュニケーションで持ってんだなみたいな。でもそうじゃない時もありますよね、きっと。まああるかもね。でも まずでももうそう思っちゃってる。そういや確信はしてないかもなって。でも何回も会ってるうちに分かるんですよ。でも時によるじゃないですか。あ、この人 B さんの前では美味しいとか一切言わないなみたいな。あ、やっぱ持ってたんだみたいな。本人も気づいてないけどみたいなね。だんだん見えてきますよね。白々しく見える
かもしれないけど、同時に、ああ、僕を喜ばして、僕がこの店を選んだんで、喜ばしてくれてんだなとも思うと、ありがたいみたいな。ちなみに、愛さんって時間って大丈夫ですか？はい、今何時ですか？今ちょうど2時間経ちました。うん、大丈夫です。はい、過去に博士ほど察することのできる男性に出会ったことはなかったので、これからも出会うことはほぼないでしょうし、今後も表現を盛りつつ生きていくと思いますが、博士からは世界はどのように見えているか興味深かったので質問してみました。あ、しらじらしく見えるってこと？うん、自分でも気づいてないけど持ってるんだろうなとかはいろいろ思ったりするけど、気づいてないけど持ってるんだろうなって思ってるだろうけど本当にそうじゃないんだよって思う。うん、わかるわかる、それも含めてそれも含めて僕は認識してる。だからこの人どこまでなんだろう、ある意味でメタ認知できてないってことはちょっとバカっぽく見えるんですよ。うん、じゃあ愛さんがじゃないですよ。いや私でいいですけど、うん、だからまあでもありがたいと思いますよ。その例えば僕が選んだ店で美味しいとか言ってくれて、いやそれ美味しくないだろうと思いながらも、美味しくないとは言わないけど、それなりに美味しいけど、あなたがそれだけは美味しいかったりする。そう、それなりに美味しい時に美味しいって言う。そう、その私考えてたんですよ。朝とか食べたものとかで、うん、普通にパン、美味しいパンですよ、うん、でも何も味付けのない食パンとか、はいはいはい、うん、美味しいパンにハムとか挟むじゃないですか。挟む、美味しいって感じたんですよ、うんうん、これはやっぱり美味しいから美味しいって思ってるだなって。その時はちょっと表現してみて。あ、な、口に出さないですよ。ちょっと今どれぐらい、どれぐらいのものか知りたい。え、美味しい、やっぱり美味しい、ほら博士と思った。あれ、まず金ちゃんの仮装大賞って見たことあります？ありますよ。あれでプッ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 プみたいなやつだとどれぐらい？プッ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 プーン、いや、だって行かないと止まるけど70ぐらい、どこが1000でしたっけ。100で多分パッパカパカパパーンになると、分かんないけど、いや、60ぐらい。じゃあ普通じゃん。普通だけど美味しいっていうとこ。だから50でしょ。美味しくない。でそこで美味しいってならないじゃん。70いや、100まで行かなきゃポーンワンワンだもん。え、途中で線があってここに行くともう、あ、そうか、そうか、そうそうそう、あ、そう、ここまでは行く、そこまで行くんだ。あ、うん、でその単なるそういうものでもそうだなとか、だからといって凝ったものが必ずしも美味しいとかじゃないけれども、それそういう普通のよく食べるものでもやっぱ美味しいものは美味しいと思うなとか思ったんです。プリンとかでもそうだけど、その時に70ぐらい行くんだ。うん、70行く、しょっちゅう行くけど、行かない時もありますよ、うん、全然。次行こう。結構まだいっぱいあるんでね、もうちょいあるからさ。過去に察すること、そうか、次。はい。あ、そうね、まあ、じゃあ食べ物系の感動の話はこれで終わりかな。そうですね、まあそんな感じで。え、じゃあそうなんだ。はい、どっかにメモしたんだよな。今まであんまり最近感動してないですか？感動、ちょっとの感動。え、ちょっと美味しいなってないですか？ちょっと美味しいのはあった。ああ、いっぱいないですか？ちょっと美味しいな。ちょっと美味しいなの時も美味しいとはならない。ああ、ああ、表現の違いじゃなくて、だからあれかな、もしかしたらコップの水と一緒で、なんかあるじゃん、よく心理学の実験とかで、うん、半分入ってたらまだいっぱい入ってると思う人と、なんかもう半分もなくなっちゃったと思う人がいるみたいな、その後者なのかな。でもな、でも美味しいと思った方がいいのかな。別にそれは別にいいとか悪いとかはないと思うんですけど、思ってる時があるんじゃないかなって私は思うんです。あと僕食べてる時の、家族と食べてる時以外はほぼ何かしながら食べてますから、ね、うん、なんか動画見ながらとか。だからそれはダメなのかな。食べてるとき食べてることだけしてます。食べてるときに食べてることだけをしたいと思います。なるべく装飾してる、うん、でもできないときもあるけど、なんかしながらとか、なんか集中したいと思う。特に好きなものとかは、好きなもの多分食べに行くじゃないですか、僕とか外食でね、うん、例えばあるラーメン屋に行きました、うん、そこであのカウンターの手前に、iPhone を置き、海外ドラマを見ながら食べ、だからじゃないですか。だからかな、脳があっちこっち行くからじゃない。だから食べて、あれ食べ終わってたんだよ。そしたら何食べても一緒じゃないですか、逆に言うと。そうね、確かに。それかな。ちょっとやってみてください。やめてみようかな。集中してみてください、食べることに。食べることに集中して。そしたら、なったら教えてください。あ、美味しいってなったら。そんな単純に変わったら、僕が一番バカだよね。まあいいか、そんなこといいや。次行こう。